どうもトータスです。どうもダイです。もう見えてるけど見えてるな痛かったな。今回はこちらのですねツインボーなツインボー、うん、あのデュエルスを御用達らしいんですけど、うん、そのトータスが、うん、まあ、ハリボーを買う僕に、うん、何やまだお前そんなもん食ってんのかと煽りを入れて、うん、ツインボーがうまいんやって言うんですけど、うん、どこにも売ってません。じゃあ売ってるって俺いっぱい持ってるからこれで、トータスにいただいたので、うん、これを、うん、早速食べていきたいと思います、うん、食べていこう食べよう食えよ。おはよう。一回ちょっとねちょっとお前ハリボーとの差に驚けってマジで。ハリボーがね若干高いんでこれは100円98円とかです。うまそう。あそれコリ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 の方やな。すごいね。なんか、うん、なんとも言えないじゃあアメリカのうまいこれうまいってうまいこれ一緒に食う、うん、一緒に食えば一緒に食えばうん。あ、硬い。そうやろ。ハリボー、うん、ハリボーを超えるような硬さがあるやろ。あ、うまい。うまいやろ。言ってるやん。だから、うまいんやって、これ。マジでうまいから。ちょっと違う方も食って、硬さの差を味わって。え？これあれ。めっちゃ美味しいやん。そう、言ってるやん。だから、めっちゃうまいって。これ、これ、みんな半信半疑で食うけど、食ったやつみんなうまいって言うから。え、めっちゃうまいやん。何これ？顔、顔。ちょっとえ、アマゾンに売ってる？売ってない。それも食ってみて。え、アタリちゃん。アタリちゃん。え、それアタリなんか。流れ星やで。え、ほんまや。え、流れ星の形の入ってるって食べ、ほら。おい。流れ星の形が出てくるかも。早速。宇宙へや。はい、流れ星じゃないか。え？やばい。え、ちょ、もういい。食べたい。食べたい。食べたい。だって、それ硬さの感覚は違う。ちょっとなんかそっちの方がぐにゃっとしてる。うん、味にとって。味が違うから味が違うし、こっちがクニッと食感で、こっちコリッと食感ね。これすごいやろ。いや、すごい100円。100円これで。うん、マジでお前舐めてたやろ、ツインボーのこと。え、顔今度はあの、これの派生系であるツインボーンってやつを持ってきてあげるから。うん、これドリンクやけど、ツインボーンはリンゴ、青リンゴ、赤リンゴ味と、うん、あとなんか、なんかもう一個はシトラス味だったかな。なんかそんなんが入ってる。え、すごい。これマジうまいやろ。もう本題忘れて、こっちがもう早開けよって話やけど。え、すごい。癖になったやろ。このサイダー&グレープ、うん、2種類入ってて、うん、サイダーこのコリットの方が美味しいな。コリットの方がうまい、うん、もう一個の方も同じようにコリットとクニットが入ってるんやけど、いや、さ、なかなかね、うまいんすよこれ。ぜひ見つけた人はね、コミュ買い尽くしてください、これ。マジで。損ないんで。めちゃめちゃうまいっすね。ハリボー、ハリボーいらんようになったやろ。ハリボーいらん。ハリボーでこれだって2つ買えるやろ。買える買える買える。ハリボーで2つ買えるやんて。しかも4種類、楽しみ方的に半分食って単体の味を楽しむって方法もできる。そうですよな。こいつ何言ってんねんって。駄菓子じゃないんやからと思ってさ。うん、ちょっと、うまい。美味しいですもうね、背景のようになってしまってるけどね本題はこっちなんですよ。これなんですよ。あの本題はこっちのはずやったんですけど、うん、まさかの制限改定でうん、そうやな、清流が牢屋にぶち込まれてしまったせいで、うん、そうやな、網走行ってしまったんで、正直これそんなに勝ってよかったの？ぶっちゃけ失敗しましたいや、言うて俺もここにある半分は買ってるからね、まだ届いてないけど、うん、いや、他のが使えるって。20種類しか入ってないですね、プレミアムパックは。で、1パック4枚入りで、1枚どれかのシークレットが入ってると。まあ、何が当たりかな。一応当たりは、うん。多分まあ、その。もう出てるけど。これな。ギャラクシー、うん、アイズ・ダーク・マスター・ドラゴン。え？違うよ。ダークマターよ。ダークマタードラゴン。ああ、はいはい。ダークマターっつってた。俺のシクが3枚欲しくて、うん、ね、コナミのことやからどうせ封入操作してるんやろうなって思って買ったんですが、うん、すごいまんべんなくね、綺麗に入ってたんでね。うんうん、これ今何枚あんの？これまだ1枚。30パック開けて、3つ出ました。うん、もういらんやん。もういらないです。もういらんな。もういらんな。で、ペロペロ。ああ。ケルペロス。これな、まあ、これがまあいいカードです。ゼアルの主人公が使ってたっていう噂のカードやな。え、それは俺知らん。え、なんかそんな、なんか、オフレコミでずっとなんかこう、ツイッターとかでツイートされて。あ、そう。まあ、この辺が出たらいいんか。うん。マスクドヒーロー暗記わかんの？マスクドヒーロー暗記はもうなんか、あれですね。プトレマイオスが出てからは、なんか、あ、もういいヒーローがもう完全に4軸に変わってしまって。ああ。
うん、まあとりあえずじゃあなんかお通夜みたいな空気で、ね、開けていこう開けていきましょう、はい、この帯で泊まって10パックセットで売ってます。今これはあれやな、クロスオーバーソウルズの時と違ってどこにでもあるよね。そうやね、うん、多分みんな売れると思ってみんな買ってるんやけど、うん、ダークマターが漏洩にぶち込まれたせいでダークマターじゃない、清流やろ、清流が漏洩にぶち込まれたせい で、 そうそうで、ダークマターがね、うん、使えやんと。使えるとは思うけど、開けてまあみんながやりたかったことができない他になんか使い道のあるカードない？はい、こんなカードですよ、バラのパラレルツイスター、うん、ペロペロケルベロスとアンキーなんか、アンキー俺も持ってるわ一泊ね、バラで、うん、一泊買ったらこれこれ何やろな、この今までと違って目標のものがない。まあでもあれやろ、まあ高いやつもあるやろ。どうなんよ、ダークマターはね、ああドラゴンキュートス発売されるまで1000円2000円してたけど、ああもはやもはやじゃないんかな、これだって20種類しか入ってないからあれやもんな、もうシークレットが何かみたいな話になるから一番後ろだけ開けとけばいいんじゃないみたいな。ただまあおお、こうやって当たるわけやな、うん、レッドアイズでもしかしたら使うかもしれやんから、うん、ああなるほどな、うん、そういう意味では俺はダークマターが3枚もいらんのじゃん。あれ3枚もいんの？3枚もいらないと思います30パックあったら入るやろうな、入ってるな逆に入ってなかったらびっくりするわ。絶対入ってる、キャットシャーク。そう、今までは結構封入操作みたいなのがあって、うん、10個買ってんのに1枚も入ってないやつとかがあって、あ2年前 の、 あのネクロドールっていうね、うん、あさっき光ってたやつね、全然ね当たらなかったんやけど、今回ですねコナミさんすごいね、まんべんなくまんべんなく入れてくれてるんや、ただぶち込むっていうね、うん、そうやな、まんべんなく入れてやる代わりに使おうと思ってたやつは使わせやんで、あーノーマルでも当たりました。でもまだなんかどうなんやろうなこの辺、結構まんべんなく出てる、ほんまに、うん、多分もう20種類見えたんちゃうかなって思ってないけど、この全部開けなくていいんじゃない？うん、もう30パックぐらい開ければいい。30もいらんのじゃない？ 10 パックずつ開けたらいいんちゃうもん。うん。いいよ、これ。非常にね、うん、残念です。ただまあ、この辺のブラックフェザーなんかはね、ああ、まあ、これは強化されたんで。根強い人気のあるブラックフェザー。で、お値段もかなり安く作れるんで。ああ、そうやな。フォークショー。キャットシャーク2枚目。キャットシャークだけ被った。うん、まだまだ頭立つから、え、なんやろ、今までのワクワク感が何一つないんやけど、何一つないね、種類がやっぱ少ないし、まあこれ俺シークレット当たらんでも全然いいしな、入ってりゃいいんやもん。あ、なんかこれ船のトータスはなんかね、ノーマルでもいいし、うん、そうそうそう、ウルトラでもいいし、そう、あんまり全部ごちゃ混ぜに入れても気持ち悪くないタイプやから、まだな、まだな、なるかどうかわからない。あ、こいつ初めてかも。あ、ペロペロケルベロスが当たりましたよ。はい、とりあえず10枚あげたんで、なるほど、このおつや感、おつや感半端ないです、おつや感すごいな。まあ、とりあえずシークとそれ以外分けて回収しときます。じゃあ続けて、はい、私が代わりに開けていきます。これ20種類しかないやろ、20種類しかない何種類当たってんのこれ、もう終わってんちゃうんか。多分全種類は出てると思うで、うん、キャットシャーク、キャットシャーク多いやん、キャットシャーク多いやん、キャットシャークが高騰することを願おう。ただ今流行ってる海王で使うから、ああ値段もなんか上がってないけど、まあな、今買えば入ってるからな。いや、その前から、うん、値段はね、うん、使われてるはずやのに高騰せずやったから、人気の違いかな。ダークマターはドラゴンやし、ああそうやな、ドラゴンはやっぱりな、うん、もうだって入ってせんもん、ほら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、出てるやろ全部13、15、うん、え、ああそいつな、サラメイヤ、全然楽しくないどうしたことだろう、すごいな、なんかもう全然楽しくない。うん、もう多分ね全種類揃ってるやろ。
そうやね、多分これで20割ろうな。すごいな、これはもうほんまに。あれやね、やっぱ封入操作されてたらされてたで腹立つけど、うん、大事やな、大事やな、うん、やっぱりそのなんかこう煽るためにな、うん、あれどっかで俺かぶってるのか、21種類入ってるんだそう2個あるわ、ね、また。あ、はい、これで20あるわ、もう出てるわ出てるわ、何も言うことないわ。え、そのドラゴキュートスとかそんなの強くないの？このプレミアムパックに入るってことはそれなりにみんな強いんじゃない？いや違う、そんなこともないよ。え、そんなこともないの？うん。え、ペロペロケルベロスは強いの？強い。嫌い。あー、なるほどな。効果もあるんか。という感じで、うん、まあもう多分20種類全部見たと思うから、もうこれは別に開けんでもええやな。うん、これはもうこれ開けずに置いといたらいいんじゃない？どうやろうな。あの、ある日突然こう青龍がやーって帰ってきた時に、出所してきた時にダークマターのためにみたいなか、まあレッドアイズで使われるようになったりとかで。ああなるほどな。うん、まあ俺もうそれは30勝ったけど、うん、もう10は置いとこうかなっていうそうやね、うん、まあ勝っといた方がいいとは思うんで、うん、そうやな、今、はい、ちょっとあのまだ受け手がないというか、行き先側からまあブラックフェザーとかはあるで、うん、あるけど、まあ、ダークマターもレッドアイズでもしかしたら入るかもしれんし、パラレルツイスターとかよくわからんな。でもこれだってフィールドのカード1枚破壊できるやろ。うん、手札コストいるんじゃなかったかなそれ。ん、いや、フィールドの魔法トラップカード1枚墓地送ったらフィールドのカード1枚発動。あ、墓地送って、うん、うん、まあコストがいる時点でなんかな、速攻魔法でもないし。そうやな、まあ、とか言ってたらそのうちなんか強くなるんかもしれんけど、うん、もしかしたらね、自分のそのやつ潰しながら、うん、例えばあのサイバーのやつとかさ、うん、マジックプランターで今やってないの？あんなのをこれでやってみたりとか、それぐらいかな。 こんなんは分からんな、俺も全く見てないから。うん、見てない。バックジャックなん絶対王って書いていいで、キングやね。うん、一旦に相手ターンに墓地のこのカードを除外し発動でき、自分のデッキの一番上のカードにそのカードが通常トラップカードだった場合自分フィールド上にセットです。違った場合そのカードを墓地に置く。このカード、この効果でセットしたカードはセットしたターンでも発動できる。うん、このカードが墓地を置かれた場合に発動する。自分のデッキの上からカードを3枚確認、好きな順番でデッキの上に戻す。うん、墓地送られた場合やから、まあ、使いどころはあるんじゃない？うん。破壊されたとかじゃないからさ。なんやろ。うんですね。船こぐやつ。こんなよくわからんカードも入ってる。あ、チューナーやで、こいつ。チューナー？うん。長いよ。IT フィールドにモンスターが存在し、自分フィールドにこのカード以外のモンスターが存在しないと、自分の墓地の融合モンスター1体を対象として発動。墓地のそのモンスターとフィールドのこのカードを除外し、その2体のレベルの合計等のレベルを持つドラゴン族シンクロモンスターを1体をエクストラデッキから特殊召喚する。強いんじゃない？うん、アンデッド。アンデッド。アンデッドチューナー。でも融合モンスターしかあかんっていうのは、融合主体やったら、うん、なんやろ、まあこれからなんかテーマが出るんかもしれんな、うん、こんなの、うん、バラの聖騎士、こんなカードも入ってる戦士族レベル4やで。このカードが戦闘で相手モンスター破壊し墓地を送った時、このカードをリリースして発動できる。手札デッキから植物族モンスター1体を守備表示で特殊召喚する。このカードを手札から墓地を送って発動で、デッキからレベル7以上植物族モンスター1体を手札に。あー、まあまあ悪くはない。植物族、うん、植物族が分からんけどなこのジャンクカードが入ってたり、もう植物族っていうかこいつもなんかそんな感じじゃない？バララバーとか言う。
効果は墓地のこのカードを除外して発動でき、手札から植物とモンスター1体を特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはこのターン相手のトラップカードの効果を受けない。デメリットなし。なし。おお強いね。これいいんじゃない。これとこれなんじゃない。なんか植物が強くなりそうな。次出るしね、アロマ。あ、そうなんや。うん。ちょっとなんかあれも売れてるやろ、なんか植物のあのなんとかかんとか、うん、リーフみたいなやつ。あ、エンシェントリーフか、うん。あれとはまた使い道違うかもしれんけど。あれに入るのかな。まあ全部判明してないから、うん、なんとも。そうやな。まあこの辺は買っといて、クラッシュオブリベリオン待ちっていう感じがする。でこれ系のパックがまあ基本的に再販されやんから、うん、後で欲しくなった時に。ああなるほどな。だから前回のやつも今欲しいってなってるのがいくつかあるってことやね。そう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 、うん、なると値段が上がってる。ああなるほどね。パック買っとけばよかったって。あの時パックを買っとけばよかった、うん、だからまあこれ1個1500円ぐらいかな。1500円ぐらい。1500円ぐらいやから、まあ1個買っといたらもう損ないんじゃないかなって。1個買ったら4枚入りの10個やから40枚。うん。まあ1枚ずつぐらいは手に入るから。まあ僕もそう思って3つ買ったんだな。で、去年のやつとかも高いやつやったら800円とかなってるから、まあ。あとあとまあバラで買う、欲しいやつだけバラで買うか、まあでもシークレットになってきたらやっぱり高くなってくるしね。うん。ちょっとだけ。まあ、10パック以上買うのはおすすめしませんが、10パックまでならおすすめ。うん、うん、そうやな。10パックまで買っとくといいかもしれん。うん。もしかしたらアンキが大活躍するかもしれん。アンキはまあね、もうすでにエクストラカツカツなんで、ヒーローは。直接攻撃できるからね。とどめの一撃に。はい。はい。というような感じで、まあ、あの、なんですかね、今回、まあ、盛り上がりにかけるパック開封やったと思うんですけど、そうですね。まあね、一番の盛り上がりは多分これやった。これがね、そう、これの、すごい美味しいです。流れ星が出たのが、今回の一番の当たりやと。カモ。カモやで。俺、今まで食ってきて一回も見たことないから、流れ星型。初やった。ちょっと感動して。2個目で当たるっていうね。うん、そうやな。シークレットより封入率悪いと思う、多分。いくらでもあった。コーラ&レモンとサイダー&グレープです、うん、ほらマジでうまいから非常に美味しかったんで、うん、皆さんもよかったら、うん、よかったら佐賀見つけたら買ってください。ついでに遊戯王のカードも、遊戯王もこれデュエル中につこつまみながらめっちゃ手砂糖で汚れるけどいやだね。まあプレミアムパックはこんなもんかなっていうことで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。